皆さんこんにちは、ダイです。ここはですね、西武鉄道時の鐘戸蔵の町本川越駅の蔵の町口なんですが、今回は本川越発各駅停車西武球場前行きに乗ってきたという動画でお届けしてまいります。で、この各駅停車西武球場前行きっていうのは毎日運行されているわけではなく、西武ドームでのイベントや野球の試合が行われるときに使用される野球開催特別ダイヤ時のみ運行される列車なんですよね。今回はそちらに乗っていきます。では早速改札の方に移動しましょう。ということでね、本川越駅の2階改札口までやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの西武鉄道1日乗車券ですね。こちらで早速入っていきましょう。今回乗車する池袋線狭山線直通各駅停車西武球場前行きは1番線から16時46分発ということで、1番線ホームの方に移動しましょう。ということでね、1番線には16時46分発池袋線狭山線直通各駅停車西武球場前行きがやってきましたね。こちら西武鉄道の旧2000系です。で、よく見るとですね、南入りそ車両基地50周年記念のヘッドマークがついた車両ですね、では早速乗車していきましょう。そして所沢からは池袋線に入り、西所沢下山口終点西武球場前線に停車いたします。C7 終点西武球場前駅は17時26分に到着いたします。
ということでね、所沢までやってまいりました。ここから先ね、西所沢までは池袋線を走行した後、西所沢から西武球場前まで狭山線を走行します。またこの所沢駅ではですね、 F ライナー快速急行飯能行きの待機のため8分ほど停車します。ということでね、終点西武球場前までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、折り返し17時41分発狭山線各駅停車西所沢行きとして運転します。でね、この西武球場前駅、乗ってた人がね一気に降りるということでね、滝のように人が流れていきますね。本川越発池袋線狭山線直通各駅停車西武球場前行きの動画いかがだったでしょうか。皆さんもね、ぜひ球場に足を運ぶ際はこの本川越発西武球場前行き乗ってみてくださいね。じゃあこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。